私の名前は元ベランカ、趣味は爆竹、体は弱いのにかかわらず道端で爆竹に火をつけてめちゃくちゃ飛ばしたりしてるの。そんな私でもデンジャラスなことを大嫌い。今日も危険をどんどん避けて行動していくよ。いらっしゃいませ、2名様ですね。禁煙席でよろしいですか。あ、禁煙席でよろしいですかって言うたわ。ってことは、これが、ランカちゃん、どうしたの？喫煙席でって選んじゃったよ、今。あー、すいません、ぼーっとしてました。お客様、申し訳ございません。つい先ほど禁煙席がいっぱいになってしまいました。あ、これダメなパターンだね。もたついている間に禁煙席を埋まってしまったみたい。混雑する時間だし。僕は喫煙席でも気にしないけど。やめてー、やめてー、やめてー。ランカちゃん、自分の肺のことを言って終わりなさい。自分の肺のこと分かってるだろう。あなたが一番分かってるだろう。お腹いっぱい食べようとかそういう話は。はい、来ました。何か重要なことに気づいたランカちゃんの顔を来ました。残念でした。私、佐々木圭介、そして仮面ライダーの変身ベルト。いらっしゃいませ。2名様で禁煙席で、はいはいはい、禁煙席です。禁煙席、はい。禁煙席でお願いします。私、どうしてもタバコの煙が苦手で。まあそうだよね。僕も禁煙席がいいな。お前さっきまで喫煙席でもいいって言うたやないか、お前。ずるいぞ、お前。ランカちゃんの言う言葉を合わせて、お前。ずるいぞ、お前。かしこまりました。ではこちらにどうぞ。この先輩、ずるいな。店員さんは私たちを禁煙席のテーブルに案内してくれました。よかった。ここでセーブしとこう。一回、はい、終わった。一気に来たね。待たずに席につけてよかった。ほんとほんと。それにしてもこの僕子も胸が大きいな。ちょっと胸を真ん中に来るように配置してくれる作者さんの気遣いもありがとうございます。人気店なんですね。先輩、よく来るんですか？うん、僕ここのハンバーグ好きなんだ。お肉が苦手じゃないならおすすめだよ。あ、だからそんなに胸に肉が集まるんですね、先輩。そう言うと先輩は私にメニューを手渡してくれました。それはハンバーグを選ぶというのか、ハンバーグ以外選んだら殺すぞという目なのか。それはハンバーグの、あ、これか。もう一番前にマウントに出とんで、あとなんでペヤングをファミレスで浮いようなな、お前。レストランで浮いようなな、お前。おかしいだろ、お前。本日のパスタ、唐揚げ定食、麻婆豆腐絶対ダメだろ、お前。ランカちゃんの舌焼けるだろ、お前。あ、でも選びたい。ランカちゃんの舌焼ける瞬間見てみたい。あー、ごめん、みんな。あんで、ランカちゃんの死から、ランカちゃんを死から遠ざけようとか言いながらさ、ランカちゃんの死を招くような選択肢を選びたくなってくる。ハンバーグ選ぶんは、と、まあ、選ぶとして、なんでペヤングがあるんだろうって感じだけど。これでしょ。俺だったら、まあ、リアルの俺だったら、麻婆豆腐選ぶかな。買い物好きだからね。ランチをオーダーしました。二人は会話を弾ませつつ、料理を来るのも待ちます。来ました。多分、ランカちゃんの死に追いやる、恐怖の、麻婆豆腐。光は粗挽きハンバーグで、ランカは、四川風麻婆豆腐です。へぇ、ランカちゃん、辛そうなの食べるんだね。多分、ランカちゃんは辛いの苦手だと思われる。辛いのは苦手だけど、写真が美味しそうに見えて頼んじゃいました。ごめん、ランカちゃん。そんな純粋な感想を持たれた。なんか、わざと間違えて選んだ俺がちょっと心苦しくなって、ランカちゃん、ごめん。どんな味がするの？辛い味だよ。すごく美味しい。あ、よかった。そっか、そんなに辛くないんだね。よっしゃー、みんな見たか、これだよ。辛いのがうまいのが麻婆豆腐じゃん、お前。ちょっとぐらい辛くてもランカちゃん的には大丈夫なんじゃ。よっしゃ。はい、見た目ほど辛くないみたいですね。ほら、みんな。ほら、これ。ランカちゃんはうまいって言おるぞ、みんな。すごく美味しいです。私でも普通に食べら。あ、この止まった感じ。
後から辛さが来るタイプでした。よくあるやつ、よくあるタイプのやつ。あ、辛いかも。ランカちゃん大丈夫？顔真っ赤だけど。水だ、水を用意しろ先輩。私辛いのダメなのに、どうしてこれを頼んじゃったんだろう。ごめん、俺が選んじゃった、俺が選んじゃったわ。ランカは手を止めたのは硬直しています。他の料理を頼もうか。無理したら良くないよ。大丈夫、ここは引っ越し祝いで僕がおごるつもりだから。ありがとうございます。光先輩のお堀だったら残すなんて絶対ダメだよ。あーっと、これは、おー、これは裏目に出るパターンのやつ。ランカを再び麻婆豆腐を食べ始めました。ランカちゃん本当に大丈夫なの？はい、美味しいです。おっと、ランカちゃんのちょっと気を確かに美味しいのは事実なのです。ですがランカには辛すぎました。もはや彼女の限界がしたいです。あれ？マジか！気合で完食できたの！いや、タバコの煙を吸っただけで倒れる人間がよう我慢できたな。すげえな。たまに底力を見せるランカーちゃん、何なんだろう。ごちそうさまでした。そしてランチの後、光先輩が私の分までお代を支払ってくれました。ありがとうございます。なんだかすみません。いいのいいの、ランカちゃん引っ越したばかりだし、ちょっと大変だろうからさ。大変なのはさ、このランカちゃんを死に追いやる選択肢をさ選んでしまって、ちょっと心が苦しい。おいだよ、切なケースだよ。粗挽きハンバーグ1290円、四川風麻婆豆腐970円。はい、どうしたどうした、なんで止まるのこれ、なぜ。あー、びっくりした。シーンが変わるだけか。お前、今日は買い物をしたいんだよね。え、970円、先輩に970円怒らせるの。でーでードッグンドッグンみたいな話になるかと思ったじゃないか。びっくりしたじゃないかお前。ランカちゃんのことだけ970円怒らせただけも心が苦しくなったんかなって思ったじゃないかお前。ようやく買い物だ。はい、生活用品とか、雑貨をいくつか。そっか、それじゃあ案内するね。こうして私は光先輩に案内してもらってお店に向かうことになりました。よかった、ステージクリア。ランク B。 ランク A 選ぶには先輩と同じハンバーグ選んどった方が良かったかもしれんけどね。何せよ麻婆豆腐選んで生還できたのはびっくりしたな。逆に何を選んどったらアウトだったんだろう。光先輩に案内されるままについていくと、すぐに目的の店に到着できました。このお店ならいろいろ売ってると思うよ。ほう、いろいろってことはもしかしてエッチなものを売ってるかな。ごめんなさい、なんでもないです。ショッピング、ショッピング、グー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 、日用品も少しずつ揃えたらしい。あとは目覚まし時計が欲しいかなって言おったな。一人暮らしだけ目覚まし時計は必需品。私一人暮らしって初めてで、今まではお母さんに起こしてもらってました。寝起きが悪いんです。へー、ランカちゃんってしっかりしてそうなのに朝に弱いんだ。へー悪いか先輩、悪いか、私が朝に弱くて悪いか、そこが可愛いんだって。地元では人気だったんだぞ。なぜ白黒にしてた。どうして私たちは店内に入ってそれぞれ別のフロアに行くことにしました。光先輩は服を見たいそうで、私は生活雑貨のフロアに向かいました。いや、ここはさ、二人一緒に回るところじゃん。なぜわざわざ別れる。あと、ランカちゃんに何かあった時、光先輩に助けてもらうということができなくなる。もしかしたら、君かわいいねとか言うてさ、こんなショッピングモールではありえんようなナンパがおるかもしれん。助けてあげなさい。それで、1時間後にお店の入り口で待ち合わせることにしたんです。大丈夫かな？生活雑貨で何階なんだろう。エレベーター前まで行くと、すぐにフロア案内が目に入りました。それを見ると、生活雑貨フロアは5階のようです。おお、
私が待っているとすぐにエレベーターが到着しました。そして左右のエレベーターの扉がほぼ同時に開きます。ちなみに両方とも上に向かうエレベーターです。だからどちらに乗ってもいいんだけど、どうしよう。いや普通に左だろうがお前。そりゃ左だろうがお前、ふざけんなよお前。なんで私がこんなに詰まっているところに入らなきゃいけない。私はそういう人混み大嫌い。俺もランカちゃんが危険に及ぶの大嫌い。というわけで俺は一人でこっちに誰も乗っていない方、当たり前だろ。そしてドアを閉めようと思った時、突然声をかけられたんです。あっ、ナンパ誰だお前は。ランクの視線の先にはエレベーターに走り込もうとする青年の姿が。あっ、変質者みたいな感じだ。彼は扉の直前で盛大にこけたかと思うと、なだれ込むようにランクに迫ってきました。わー、右ー、あーれー、あぶっ、ファイル、フェイル、失敗。そして仮面ライダー。なぜ格闘ゲーム風なのだ。激突し、人生、いつどんな時に思わぬ事故に巻き込めるかわかりません。常に注意日記をつけて、あらゆる武力攻撃にも冷静に対応したいものです。無理だね。今回で限っては無理だね。こんなことが起きるなんて、あとかわしたかなって、右選べたけんかわしたかなって思ったけどダメでしたね。どうしようもないですね。あ、これさ、キーにちゃんとクリックできなかったらあれか。ん、何もできなかった扱いになるんだよこれ。つまり右って書いとったけんさ、ちゃんとチッチッチッチの時に右こう選べとったら右に避けれるんじゃ。ああ、避けれんかったんじゃ、全あのあれ1回目は流れ込んできた、ヒヤーって。なにゃなにゃ、サクセス。びっくりだ。何、いきなりシャンプーの男性用シャンプーの名前ができない。簡易部のところでランカー見送らず、彼はそのままエレベーター内の壁に向かって一直線に。報いだ、ランカちゃんに危害を加えようとした報いだ。うわー、痛そう。壁に激突した彼はしばらくの間両手で頭を押さえ、顔を押さえながらもだえていますが、ようこんな不運に見舞えたのにさ、ラッキーっていう T シャツを着れるね君。まあ自業自得だけど、はっはっはっは。やがて彼はまるで何事もなかったこのようにゆっくりと立ち上がりました。いてー、今日もついてねーぜ。その T シャツは原価付きだったようです。びっくりした。大丈夫ですか。え、あー、すいません、大丈夫っす。で、火災売り場は。知らないよ。その人は3階でエレベーターを降りていきました。もうすごい勢いで壁に激突してたけど、怪我をしている様子ではないみたいです。よかったです。そしてエレベーターを5階生活雑貨のフロアに到着しました。初めて来るお店なので、どこに何があるのかわからないけど、目覚まし時計を探さなきゃね。どうしたどうしたどうした。これまでのことを振り返って、とりあえず適当に店内を歩いてみることにしました。ちょっと広めのフロアだったけれど、少し行き回ったら時計売り場を見つけられたのです。へえ、時計だけじゃなくていろんなものが売ってるみたい。あれ、ちょっと見慣れないものが。いやー、なんか刀ってお前修学旅行じゃないんだからさ。日本刀ってお前どこの国の修学旅行やの。どこの国って、国ではないけど地方の修学旅行来とんねんって話じゃん。大流行。19,800円、高いなこれ。日本刀の置物ね、じいちゃんの部屋にもあったな。あるんじゃん。19,800円を買い物かごに入れますか。
ものは試しだ。いらない気もするけど、不思議と目に留まっちゃったのよね。ランカーは本当の着物を買うことにしました。ザ・5回系。何か忘れているような。そうだ、目覚まし時計。私ぼーっとしてるのかな。ちゃんと帰って帰るだけだね。あ、よかった、戻ってこれたわ。これこれ、これをちゃんとね、買わないといけませんからね。1200円。お会計。刀も入っとくけどね。いらっしゃいませ。お前、見た目と声のギャップが違うぞ、お前。いらっしゃいませーって、いらっしゃいませーって、そんな声だろお前、絶対。何裏声使ってんだお前。すごい人が出てきた。目覚まし時計1200円、日本刀の置物19800円。手早く会計してる店員の姿を横目に、ランカーは財布を探し始めました。あー、私小銭入れしか持ってないよ。お財布部屋に忘れてきちゃった。あ、じゃあステージ1で調べておかなあかんかと思って、これだったん。Use up to ステージ1。財布を忘れずに。ああ、あったわ。で、あれじゃ、タンスの剣をさ、いや最初からやり直すために、やり直すときに財布取らんかったな。そうだった、あった、マジか。先輩がおすすめしてくれるぐらいやけんさ、ハンバーグ選んでみよう。こっちの選択肢も見てみよう。せっかくだから先輩がおすすめしてくれたハンバーグにしようかな。粗挽きハンバーグに決めますか。はい、決まりました。それじゃあ店員さんを呼ぶね。こうしてランカたちはランチをオーダーしました。何ば、まあまあいいや。ほうじゃなくして料理が運ばれてきました。光もランカも同じ粗挽きハンバーグです。これ食べたけおっぱいが大きくなったんだろうなと思ったらさ、どんどんこれを食べてほしいところです。いただきます。いただきます。早速ハンバーグを切ってみると、中までは火が通っていない状態でした。光先輩はペレットを使って好みの加減に焼いていきます。この焼く音がいいよね。そうだね。私も早速焼いちゃいます。このペレットにつけた時のジューって音が。どうした。ランカはちょっとした不注意で自分の手をじわーっと焼いてしまいました。ドジっ子が。やめろ、なんか必殺技出した時みたいな感じだ。ストリートファイターで必殺技出した時みたいな。そんな見た目になるなお前。死に至るやけど、死には至らんだろうがお前。誤ってペレットに触れてしまうという悲しい事故。楽しいはずものランチタイムが一定して大惨事に。でもペレットでお肉焼くのって楽しいよね。しゃがなお前。ペヤングも選んでみよう。これこれってカップ焼きそば。でもレストランだし、そんなはずないよね。どんな焼きそばなんだろう。まさか本当に焼きカップ焼きそばだったなんて、すごい。私の地元にはこんなレストランなかったです。いや、なくていいんだよ。別になくてもいいんだよ、こんな手抜きのレストラン。いや、ペヤングは美味しいよ。ペヤングが美味しいけどさ、レストランで出すものではないんだよ、ランク的に。どうなの?おいし、これって、なんていうか、普通にカップ焼きそばですね。そっか。いくらなんこれ。いいのいいの。粗挽きハンバーグ、1200円。たかたかそれどんな高級ペヤングやねん。え、あの、超ペヤング高、めっちゃ高い。
なんて恐ろしい子みたいな顔になっちゃった。ぼったくられし、衝撃的な価格に気づいて思わずそっと、謎の価格設定に思わず驚愕、愕然とする時だって時にはありますよね。だって人間だもの。ひどいな。いろいろとひどいな。